本日の第3試合6人タッグマッチ30分一本勝負を行います。今日の大会は実況生中継でお届けしております。第3試合6人タッグマッチ30分一本勝負であります。さあまずは宮本優子、永井光也、レオナ、外敵軍が入ってまいります。今シリーズ 12.6 名古屋大会で宮本と永井が外敵軍として結託しました。さあその2人がスタートを回しました。120パース、レオナ。まずはドラゴン2世レオナであります。第8代幕張トリプルシックス200パース宮本優子。ここのデスマッチアスリート幕張宮本の融合です。230パース永井三つ修羅場を渡り歩いてまいりました。歴戦の勝負師永井光也です。対するは小峠敦史、石森泰治、弘樹、ノアの精鋭部隊3人衆が入ってまいります。一足先にリング上で待ち構えております外敵軍。さあ出てまいりました西森と弘樹、ダブルエキスおなじみのオーバーバスケ、そしてインパクト X ディビジョンチャンピオン165パース、西森大地。 X ディビジョン史上2人目の日本人王者、小さな弘樹です。西森大地、ノアジュニアを支える名バイプレイヤー弘樹です。小峠が増しました。小峠敦史です。さあおっと外敵軍が先に襲いかかっていきました。奇襲殺法。第3試合6人タッグマッチです。荒れ模様の中今ゴングが鳴っております。ノア陣営、小峠、石森、弘樹のチームが宮本、永井、レオナの外敵軍を迎え撃っております。さあ佐久間さん、はい、今シリーズそれぞれ一匹狼女子ノアに分かれた永井と宮本がですね、はい、結託しましたね。そうですね、まあまあ、永井はねこうやっぱりこうパートナーを探しているようなところもね常にありましたし ね、 そうですね、まあ、より戦いの幅を広げていくためにはやっぱ味方が欲しいというところですよね。永井と宮本決起盛んであります。2人は外敵軍としてノアに牙を剥いていく構えであります。まだコスチュームを着ているままの着たままの小峠を鉄柵に送り込んでいきました。まあこの永井のですね、はい、この外敵軍としての、行動に追随する選手がこれ今後出てくるかもしれませんよね。そうですね、まあ永井はねこう何をしてかすかわからないようなところもねありますし、まあ経験も豊富ですから、そうですね、やっぱりねこのタイトル戦線にね本人絡みたいという意欲もあるでしょうしね、その辺りではこうこの後どういう仕掛けをしてくるかというのはね見逃せない選手の一人ですね。石森はお客さんのドリンクを口に含んで吹きました。さあこの後楽園ホールを広く使って場外局視戦が行われております。こちらは永井と小峠、エリー系の2人、おっと鉄柱攻撃です。完全にノア陣営受けに回っております。永井は10月からノアマットに上がっております。マイバッハ谷口をはじめさまざまなところに喧嘩を打っております。非常にこのノアマットで永井が佐久間さん活発に動いてますね。そうですね、まあ、口もね多少ですからね永井の場合にはとキャプチュードを見せました。師匠の前田結びでキャプチュード、おっとカウントは2です。さあ永井がおっと客を罵倒しています。お客さんを罵倒しているドラディションの永井、キャリア26年、もう間もなく50という年齢ですけれども本当に元気ですよ ね、 元気ですよね、はい、そして宮本が入ります。宮本は現幕張の王者あの田中将人からベルトを取りました。キャリア14年、35歳です。この宮本の、はい、佐久間さんプロレスにおける柔軟性というのはすごいですね。そうですね、まあ、やっぱり、ね、今幕張王ですけど、ね、デスマッチもやりますし、こうした、ね、普通の試合でも力発揮しますし、まあ、宮本は本当に幅広いプロレスができる選手ですよね。さあ石森が入ります。石森対宮本大学生、おっとロープの間をくぐり抜けていった、そして股の間をすり抜けるタックルに行きます。スプリングボードのシーテッドセント、そして北
体も強化に期待があらわになっています。いや絶好調ですよね。そうですね、西森勢いになっております。ダブルにアタック、おっとそのアタックをキャッチして、宮本パワーがあります。そのままおっとコーナーマットに叩きつけていきました。しかしおっとうまく回り込んで、さあ丸め込んでいくラマヒスロ、しかし宮本が上になっている。この辺りは見応えがあります。2人の攻防、スクールボーイ。しかしこの後おっとなんだ、いいですね、インサルトダブルニードロップ。宮本はデスマッチファイターとしての一面もありますけれども、こういうこの飛び技非常に華麗ですよね。そうですね、まあ、ムーンサルトなんかもね非常にこう綺麗なフォームで決めますからね、おっとハンドスプリングエルボー。この辺りは石森も得意としているテクニック、しかし宮本も長年使っております。さあ今度は石森がハンドスプリングレグラリアット、まあ、やられたらやり返すというね、やっぱ石森としてはもう自分のこれはお箱だぞというのをね見せたいところですよ ね。 そうですね。石森はインパクトレスリング X ディビジョンチャンピオン、年明けの 1.6 後楽園ホール大会ではインパクトレスリングのアンドリュー・エベレッタとの防衛戦が控えております。さあレオナが入ります。ドラディションのレオナ対するノアサイド・ヒロキがあります。おっとレオナがドロップキックです。あの藤波辰巳の息子でありますレオナ、キャリア4年、24歳、ダブルアームスープレックス、8月からロアマットに上がっております。やっぱりこう定期参戦してきたことによって試合の経験数がね、こうレオナはこれまでドラディションであまり試合数がなかったので、ノアマットで試合を重ねるごとにね、ほとんどやっぱり良くなってきてますよね。あとはやはりこの自分の色を確立させたいですよね、はい、そうですね、はい、逆さを抑え込みに行きました。これぞレオナっていう技がねやっぱできてくるとやっぱ変わってくるでしょうね、うん、ドラゴンスクリュー、まあ、現在はご覧のようなこのどちらかというとお父さんの技を対応しておりますね、はい、このねやっぱドラゴンサークルを自分のものにするのか、それともね新しい自分の、ね、技を磨いていくのかって、まだやっぱレスラーとしてのね軸っていうものが完成しきってない部分が、ね、あると思うので、それをこう戦いの中でね磨いていけばさらに伸びてくるでしょうね。さあ試合は5分が過ぎましたが、ちょっと荒れ模様になっております。外敵軍が早め早めに仕掛けております。小峠が捉えられている。宮本くない結託した2人、おっとしかしちょっと歯車が合わない。小峠フェイスクラッシャー、そして縁切り、レオナがドロップキック、小峠が場外に落ちます。ヒロキとレオナ、ロープへ飛んでいく。石森が入ってくる、あっとダブルの連携、そしてダブルトランスレイブ、ダブル X の連携です。ちょっとおっとメンサルトアタック、その間にヒロキがトップロープに上がっている。さあノアサイドの速攻だ、何があるか、一旦ステーカースプラッシュ、カウント3、最後はダブル X の高連携、最後はいかがでしたか。いや、まあ、最後ね混戦の中でしたけど、きっちりとね最後ヒロキ決めて、これはまあ次につなげていく ね最後のいい締めくくりになったと思いますね、勝負タイムは6分7秒、ステーカースプラッシュでヒロキやレオナを下しております。そして石森の手にはインパクトレスリングの X ディビジョンのタイトル、おっとまだ永井が納得いかない。そして宮本も何か石森に引っかかっております。まあこの今年はですね、佐山さん、はい、ほとんどこのノア内で戦ってきましたけど、はい、おっとベルトを引っ張っています、はい、こういう外出のベルトが変わってしまいましたね、おっとお互いのバカホーとエクスリゾンのベルトを2人が取り合って、そして今元に戻しました。こういう外敵軍の刺激も、はい、ね、必要かもしれませんよ ね、 ね、もうね、こう内部の重力使って外敵されてきましたから、だからね、外部の力が入ってってこうどういう戦いがね、こう広がっていくかというのはこうこの先の楽しみですよね。長い実はこのまま引き下がるつもりは当然ないでしょう。仏頂面で引き上げていきました。こちらは勝ったノアサイド。第3試合、試合はノア陣営に外貨が上がっています。